友達を見てみても、比較的高学歴層が、共産や立民推しで、低学歴層が自民や賛成推しなの見てると、そりゃ学費はどんどん高額にするよね。学びのハードルを高くした方が、自分たちの票が増えるのだから。この前の参議院選挙、自民党が圧勝だったねー。そうだなぁ、憲法のこととか、インボイス制度のこととか、いろいろこの先どうなるのか、正直不安だよなぁ。ついフェミさんたちも、様々な政党を応援していたようですが、これらの動画で登場している堺野氏の、7月10日の発言がヤバすぎると、話題になっているんですよ。7月10日といえば、参議院選挙の、投開票日だったよね。堺野氏はどんな発言をしているんだ？もっと詳しく教えてくれだぜ。きめいまる。はい、わかりました。今回は選挙結果を見たついフェミさんが放った、言葉がヤバすぎる件について、ゆっくり解説していきますね。皆さんは友達も見ているようなアカウントで、堺野氏のような発言をするのは、個人的にありですか、なしですか？ぜひ後ほど、コメント欄にて、皆さんの考えをお聞かせください。それじゃあ今日も、解説レッツスタート。まずは堺野氏を知らない方に、簡単にどんな人物なのか、紹介していきますねー。お願いしまーす。堺野恭子氏は株式会社ビットグリッド人事部長、関東地方の大学のキャリアコンサルタント、株式会社地方の味方のキャリアコンサルタントなどを務めているついフェミさんで、結婚し子供もいらっしゃる方です。旦那さんの育休取得時には、会社に乗り込んだり、水谷選手への誹謗中傷を行っていた、一人でもあります。この人も誹謗中傷してたんだね。誹謗中傷を行った結果、自身にも返ってきたらしく、Twitter アカウント名を、堺野恭子からドットに変え、現在は自己紹介欄に、堺野です、と、書かれています。水谷選手の時の誹謗中傷、どう超えてたよな。ついフェミさんにはいつもドン引きさせられるぜ。他にも、こんなことや、あんなことを、発言されて話題になっている堺野氏ですが、今回参議院選挙の結果を見た後のツイートが、ヤバすぎると、話題になっているんですよ。なんておっしゃってるのかな？すでにご本人はツイ消しされているんですが、スクショを撮っていた方々がいて、このようにツイートされているようです。友達を見てみても、比較的高学歴層が、共産や立民推しで、低学歴層が自民や賛成推しなの見てると、そりゃ学費はどんどん高額にするよね。学びのハードルを高くした方が、自分たちの票が増えるのだから。これ、本赤と裏赤間違っちゃったんじゃないのか。だって本名でやってたアカウントから、匿名になっただけで、なんなら、自己紹介欄には名前が書いてあるんだもんね。友達にも見えるようなアカウントで、こんなことつぶやいちゃって平気なの。これに対し、世間様は、これは本当の話ですかね。私がドットさんの友達で後者なら、自分のことを言われているのは明らかだから、間違いなく、絶交すると思います。自らが友達、だとする人間に、バレバレになるような、こんなことって言いますかね。言うのだとしたら、正気を疑いますが。選挙で真逆の結果が出たから、おかしくなってる。もう自分で何言ってるか、わからない状態なのではないか。完全なヘイトスピーチ、まだ奴を擁護しようとする人が、いるのだろうか。低学歴だし、お友達になりたくないです。たとえ前者でもさよならかな、友達だと思ってたら一回くらいは、忠告する。義理として。実名でやってた上に、ID 変更してないアカウントで、これ言い出すのは、友達がいないから嘘言ってる。後先考えずに本当のこと言って、これから縁切られる。友達という名の関係者で、こういうこと言っても縁を切られる心配がない、のどれでしょうね。学歴で差別してる感じでキモいな。そもそも友達いるんかな？我々の感覚とは違うつながりを、友達と呼んでると思うな。ドットさん、多様性のかけらも、感じられないような錆びた友人構築を、形成しようと試みてて草。そのおごりが、左翼を滅ぼしたことが、なぜわからない？私がガキの頃から、左翼こそがインテリ層、とずっと言われ続けてきましたが、その欺瞞に騙され続けてきているのは、左翼自身ではないですか。有権者が欲しいのは自由と豊かさです。自由と豊かさのために戦わない、知識人など不要です。高学歴というよりインテリ左翼という方が正確かと。いわゆる大学の教員層が、庶民から愛想つかされてるのが実態でしょう。あまりにも増長が過ぎるから、堺のドットさんをビール瓶で黙らせたくなりました。もちろん、実際にはやりませんけどね、この人も MG さんと同様で自重、や自制心、というものを知らないんでしょうね。ドットパイセンの正気なツイートを、あまり見かけませんね。そもそもドットちゃんが低学歴、と友達、になるわけないので、ほらでしょうね。まあ、嘘なんだと思います。学歴とは関係なく一票は一票だし、このあたりの発言がいかに差別主義者かを表しているように思います。個人の党派性ありきで、こういうデータも取ってない偏見を流布できるの、差別主義者の才能ありますね。森元総理の女性は会議が長い、という人もいますが、というコメントに対して、散々差別だなんだとバッシングしてた人が、よくこんな発言を。本当にこの友達は実在するんでしょうか。いや友達なら何とでも言えますから。もしそう思うなら、大多数の低学歴にもわかる政党にすればいいのに、できないのでしょ。この人は高学歴なのかもしれませんが、人間性が貧しいですね。学歴ノットイコール人間性ってついフェミに多い。結局都合よくマウント取りたいんだなって思うし。言ってること、家父長制と変わらんやんっていう、などなどの意見がありました。貧しい。ルドルフ氏と、一緒のこと言われてるじゃん。結局はついフェミさんはみんな、同じなんだよな。友達がいなくなりそうな、発言をされている堺野氏ですが、先日、安倍元首相が逝去された時、このような発言をされていました。安倍が民主主義の大切さを教えてくれた、みたいな言い方されてて、もうがっくり来てしまう。民主主義とは逆の人だよ。根こそぎ人権を奪うことに、政治活動をした人、私は亡くなったからと言って、許さないからな。まだこの人と比べると、オブラートに包んでるのかもしれないがな。これに対し、堺野氏の友達と思われる方が、きょうちゃんずっと友達で、私の悩みを聞いてくれた時もあって、最近少し過激だなとは思ってたけど、正義感の強いきょうちゃんを応援してた。でも、この発言はすごくショック。自身も傷ついてきたからこそ、人を傷つけてはいけないことも、わかると思ってたのに、この発言で傷つく人はたくさんいると思う。とツイート、これに対し堺野氏は、あのねー、誰だか知らんけど、亡くなったからといって、悪用は消されんのよ。石原慎太郎の時と同じ。私は一人の国民として、森掛も桜も、どれも許さない。それだけ。辛辣。本物の友人かどうかは、知らないけど、これ本当に友人だったら、逆に良かったよこの友達さん。堺野氏の発言に対する、世間様の反応はどんな感じだったんだ？じゃあなんで歴代最長の政権になったんですか？犯罪予告ですかね。民主主義とは逆、じゃあなんだろ、根こそぎ人権を奪う、どうやって、あなたの人権は奪われたの、ここまで来たらもう末期なんだろうけど、やってもないことをやったかのように信じ込んで、意味のない批判をするのは、やめるべきだよ。堺野京子さんですね、覚えておきます。民主主義は多数決の原理と、少数派の権利にあると考えますが、具体的に人権を奪うというのは、どのような点についてでしょうか。選挙でしょ。選挙で勝つのが民主主義。よくわかったやん。安倍のおかげで、勝てないなら、何もならないってことが。選挙で勝つことが民主主義の根源ですね。こいつやっぱりクソやな。我々もこういう人たちを、許してはならないんだと思った。ご自身や周りのためにも、日本から出てった方がいいと思います。許さないから、どうするつもりなのか。許す。って何？多分そんな問いかけを自分にしたことはないんだろう。お豆腐ちゃんかわいそう。テロリズムを容認するような人間を生み出してしまったことに、堺野京子ちゃんの母校の中央大学も泣いているよね。ちなみに堺野氏はその後も友人と名乗る方に対し、いいから、そういうなりすまし。ちょいんだよ。などとブチ切れていました。本当の友人でも、偽物の友人でも、あの内容をツイートしちゃう時点で、普通の友人はいないことが、確定してるんじゃない？ついフェミさんたちには友達がいるのか、疑問だったけど、今回の発言からはっきりと分かっちゃったな。視聴者のみんなは今回の動画について、どう思ったかな？みんなの感想をコメント欄で私たちにバンバン聞かせてちょうだい。今回の動画が良かったら高評価、良くないと思ったら低評価を押してくれだぜ。まだまだ動画投稿が不定期ですので、私たちの動画を見逃さないよう、通知オンも忘れずにお願いいたします。